ぽよちゃん。おはようございます、さくらちゃん。ご家族の皆様、さくらちゃんのこと心配なさってましたでしょ。大丈夫でしたか。あ、お兄ちゃんにすごく怒られちゃった。心配かけちゃったもんね。でも無事に帰ってきて安心しとったな。まあケロちゃんもおはようございます。あんなことが起きた後やさかい、何かあったら困るやろ。今日は一日さくらのそばにおる。そうでしたか。ともよちゃんの方こそ大丈夫だった？私の方も母を悲しませてしまい、申し訳ない気持ちになりましたわ。二人とも元気そうだな。おはよう、リー君。リー君も元気そうでよかったよ。ああ、俺はなんともない。ワイもおるで。コゾもワイのこと気にかけんかい。お前は放っておいても元気だろ。なんやその可愛げない言いようは。このカノン。ああ、鬱陶しい。ケロちゃん、その姿ではリー君にはかないませんわ。むっけー。ええかこと、わいが元の姿を取り戻したら覚悟しときや。覚えたね。もう忘れたな。このクソガキ。それにしてもあの魔法陣は何だったんだろうな。俺たちをあの世界に飛ばしたり、ケルベロスを狙ったり。そうだよね。目的がわからないし、そもそもあれが何だったのかも。これは、あ、また出たんか。なんやっちゅうねん。みんな気付けや。こいつまた何するかわからんで。クローカードを守ってあいつから逃げ切ることを考えろ。でも、あ、しまった。リー君、リー君、何これ。
てるの？みんなをどこへやったの？ともよちゃん、ケロちゃん、イーくん、ウィンディ、みんな、どうして、どうして私の大切な人たちを連れて行くの？みんな、どこ行っちゃったの？この先にみんながいる。泣いててもしょうがないよね。ともよちゃんたちも突然どこかへ連れて行かれて怖い思いをしてるかもしれない。私がみんなを助けなきゃ。ううん、絶対助けるよ。待っててね、みんな。風が怯えています。この奥にいる何かを恐れているような。以前ここへ来た時には感じなかった気配を今は感じます。この先に戦勝獣がいます。やっぱりルリアちゃんがそう言うのなら私の読みは当たってるわね。きっとこの奥にいるのは戦勝獣プロスクリシーね。そしてその戦勝獣こそがこの渓谷に異変をもたらしている張本人。戦勝獣プロスクリシー。封印されていたはずのプロスクリシーが目覚めたことで渓谷は混乱してる。その戦勝獣プロスクリシーってのはどういうやつなんだ？昔からこの地に伝わるお話があるの。白空戦争の時代、この地に捨てられた戦勝獣の話よ。この地に妊婦や魔力を持った者が集うようになったのはその戦勝獣の存在が影響しているのよ。その聖少獣自体が魔力を呼び寄せる性質を持っていて、その力を自ら取り込むことで己の力へと昇華させる能力があると。そりゃすげえ能力だな。ただその聖少獣は主と呼ぶ自分を刺激する存在を必要とする受け身な子だそうよ。取り込む魔力や刺激する人物の能力に左右されてしまうことから、その子の本当の能力っていうのは分からなかったみたいで、今はどこにも記録が残っていないの。姉さん魔法だけじゃなくてそういうことにも詳しいんだな。たまたまこの地で修行していた時にプロスクリシーについて書かれた文献を目にしたことがあったのよ。この地の歴史と聖少獣プロスクリシーには根深いつながりがあるんだもの。ただ姿形に関する文献は残っていない。あなたたちの話では渓谷の奥に神殿があって、その神殿には馬の彫刻があったそうね。ルリアちゃんが聖少獣の気配を感じた時に聞こえたあの鳴き声は馬のようだった。この妊婦の渓谷っていうのはね、この空域で魔道を目指す者にとってはなくてはならない場所なの。異変の原因を取り除くこと、それが私が今回この地へとやってきた目的よ。私も貴重な時間を費やした思い出の地だもの。なんとかできるならそうしたいのよ。そうだったのか。姉さんにとっても大事な場所なんだもんな。ええ。ここです。この神殿の奥に聖少女プロスクリシーがいます。ようやくご対面ね。待ってたわ。
は一体。おい、なんかこいつの様子変じゃねえか。これは痛い、苦しい、寂しい。どうしたルリオ。この子の感情が流れてきてとっても苦しんでいます。早く止めないと。落ち着かせてやんねえと、こいついつまでも自分を痛め続けるぞ。どうしてこんなことを。痛々しくて見ていられないです。団長さん、この子の暴走を止めてあげましょう。行くぜ。ここは見覚えがある。やっぱりあのお馬さんはこっちの世界の子だったんだ。どっちに進もう。クローカードを扱うさくらちゃんの潜在能力は高いけれど、今はまだ十分な魔力が育っていない。それをこの渓谷の妊婦たちは分かっているのよ。だから独立した強い魔力を秘めているクローカードをあなたから奪おうとしているの。クローカードがこの地にある以上、妊婦たちはいつまでも騒ぎ立てる。私たちの目の届かないところで襲われてしまうかもしれない。そうだった、マギサさん、クローカードを持ってここにいるのは危ないって言ってたよね。お願い、カードさん、力を貸して、私と一緒に頑張って。よし、行こう。私のお友達を見なかった？私と同じくらいの、これくらいの身長の女の子と男の子と。え、なになに？服を引っ張ってる？もしかして私の言葉が通じたのかな？案内してくれるんだね。どうもありがとう。限りどこにもいないよ。もっと先？ほえいった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 。ああ、私のこと騙したの？落とし穴があったなんて。あの妖精さんたちはいたずら好きだってこと忘れてたよ。みんなを助けたいのに、早くしないと。泣かないって決めたもん。闇の力を秘めし鍵よ、真の姿を我の前に示せ。契約のもと
サクラが命じる。レディース。水よ、水柱を作れ。ワーキやったー、ありがとう。私と一緒に頑張ってくれたんだね。嬉しいよ。妖精さんには気をつけないと。それよりも早くし、キャ、魔物、サンダーお願い。イカズチよ、かの者に稲妻を降らせよ。やったの？よかった、ありがとうサンダー。え、来世将来大丈夫か？リー君、どうしてここに？無事だったんだね。ああ、俺は無事だ。リー君、会えてよかった。一緒じゃないの？ああ、あいつらとは会えてない。俺はこれでクローカードの気配を辿ってたらお前に会えた。それはクローカードを探す羅針盤？そうだ、これを辿ればお前やケルベロスに会えると思って。そっか、私のそばにはモーティとサンダーがいたから。俺が消えた後、何が起こったんだ？リー君が消えちゃった後、あの馬さんはクローカードを奪っていったの。私、とっさに名前を呼んだんだけど、守れたのはこの子たちだけ。だから、私がみんなを助けなきゃって思って。そうか。日が落ちる前に、みんなを探そう。でも、どうやって？こいつをたどればきっとクローカードを奪った奴の居場所はわかる。俺たちはこの世界に飛ばされはしたが、この通り無事だ。傷一つない。きっと俺たちが無事だったように大道寺もケルベロスもどこかで無事でいるはずだ。そっか。だからまずはクローカードのあるところ、あの馬の居場所を探そう。うん。リー君。なんだ。あのね、助けてくれてありがとう。見つけてくれたのがリー君でよかった。会えてとっても嬉しかった。一緒に頑張ろうね。そのつもりだ。痛い。
理よ。くそ、なぜこんなことに。気絶したみてえだ。よくやった。今助けてあげますからね。ルリアちゃん待って。お姉さんどうしたんだよ。とても強い魔力を感じてるの。それもとても異質な魔力。プロスクリスィは強い魔力に侵されていたのに。どういうことだマゲサ殿。そんな相手を取り込んだらルリアちゃんは。ルリア、どうしたルリア。苦しい。プロスクリスィを蝕んでいた強い魔力が今はルリアちゃんの体の深いところまで蝕んでる。この魔力がどういうものなのかわからない限り下手に手は出せない。無理にしようとすればルリアちゃんの体を壊してしまうかもしれない。ごめんなさい。そうなのか。姉さんにもわからねえ魔法があるなんてよ。そんな魔法があるのかよ。あるとすれば星の民が作り出したもの、あるいはクローカード。もう一度文献をさらってみるわ。何か手がかりが残されているかもしれないもの。こっちだ。うん。ここは足元が危ない。気をつけろよ。ありがとう。あれ、どうした。誰かが呼んでる声がする。何？どこから。さくらちゃん、今の声は大道寺か。やっぱりこっちから声がした。行ってみよう。うん。さくらちゃん。おー、さくら、小僧も一緒か。お前らこそ一緒にいたんだな。ともよちゃん、ケロちゃん、無事だったんだね。さくらちゃんも無事だったんですわね。本当に良かったですわ。うん、リー君が言ってくれたから私のことを探して助けてくれたんだ。別に俺は。あら、まあ、二人とも今助けるよ。そっちに行くね。待て。魔物どもがワイラを見張ってんねん。どういうこと。大間さんが魔法で私たちをこちらに閉じ込めてしまったんです。こいつらはワイラが逃げ出さんように見張る監視役みたいなんや。そういうことか。道理でうじゃうじゃと。それじゃあどうすればいいの。今はワイラにかまっとるよりあの馬のやつを倒すのが先や。あいつがこいつらに命令してる以上、追い払っても追い払ってもこいつらは消えへんで。先にあの馬さんを。確かに、どっちにしろ今の状況じゃ俺たちに勝ち目はない。分かった。トモヨちゃん、ケロちゃん、絶対助けに来るからね。はい、さくらちゃんならきっと助けてくださると信じていますから。そやな、ワイも信じとるで。さくら、ここでさくらちゃんの到着を心待ちにしていますわ。うん、待っててね。さくらちゃん、一つお願いがあるんですが。何？
でも言って。さくらちゃんの足元に私のバッグが落ちてませんか？うん、あるよ。その中にとっておきの衣装が入ってますので、よければ。衣装？特別なことをなさるときには特別な衣装が必要なんですよ。そばで応援できない分、辛い戦いを前にしたさくらちゃんに少しでも私の力を届けたいんです。ともよちゃん、ともよちゃん、いつも可愛い衣装ありがとう。これも大事に着させてもらうね。はい。それと、素敵なさくらちゃんと一緒に並ぶなら、りーくんも素敵な衣装に着替えていただけませんか？俺も。いつもの素敵な式服にですわ。特別な衣装に身を包んだお二人はとても勇敢ですから。それでお二人の無事を祈らせてください。うん、わかった。素敵ですわ、さくらちゃん。リー君も。え、どうしたの？リー君、まあ、お顔が赤いですわね。なんでもない。それじゃ、行くぞ。行ってくるね、ともよちゃん、ケロちゃん。ああ、頑張れさくら。行ってらっしゃい。気をつけてくださいね。ここは渓谷から一番近い集落じゃないか。前に団長さんたちと来た場所だ。ものすごく強い気配を感じる。あの小屋からか。どうしてそんなところに？わからないけど行くしかない。うん、見つけたぞ。なんだ？君たちはどうしてここへ？あれ？団長さんたち、どうして？ルリアさん？どうしたの？ルリアさん！どうしてだ？ルリアさんからクローカードの気配がする。クローカード？それも、ものすごい数の。もしかして、ルリアを蝕んでいる強力な魔力というのは、クローカードのことなのか？しかしなぜだ？クローカードは全て回収して、君たちは元の世界へ戻ったはずじゃ。そんなことが。巴田町に現れたっていう、その翼の生えた馬こそ、プロスクリシーね。さくらちゃんたちのいる世界に行って、クローカードを取り込んだ。けれどクローカードの力が強大で、この子には制御がつかなかった。もともと、主がいないと魔力を操れない子なんだもの。取り込んだはいいけど、持て余していたのね。それで暴れ回ってたってことか。でもよ、どうしてあの青少女はクローカードを狙ったんだよ。それはわからないわ。あの、ルリアさんの身に何が起きたんですか？ああ、ルリアは青少女を吸収することでその力を封じることができるんだ。もがき苦しむ青少女を倒した後、ルリアがその力を吸収していたけど、苦しむ青少女の力をそのまま吸収したルリアがその魔力に侵されちまって。そんな、あ、それじゃ私がクローカードを取り戻せば。あ、そうか、ジョーちゃんならルリアを助けられるってことだよな。ピーちゃん、頼む、さくら、ルリアを助けてくれ。リアを、ゲティ、レイ。この場面、夢で見た光景だ。待て、お前一人でなんとかなる相手じゃない。リー君、取り込まれたクローカードはお前の手元にある2枚を除いた全てなんだぞ。だから俺も行く。俺がついてるからって何ができるかはわからないが。
リー君は優しいね。でも、これは私の役目だから。みんな大切なお友達で、私が迎えに来るのを待ってるはず。お前は、これがどれだけ危険なことか分かってるのか？分かってる。でも、頑張るって決めたんだもん。リー君、大丈夫。なんとかなるよ。絶対、大丈夫だよ。お前。団長さん、あの馬さんは、私の力じゃどうにもなりません。私は、クローカードを封印することしかできないから。だから、私に力を貸してください。ありがとうございます。ルリアさん、苦しいよね。いても、もう大丈夫だよ。私と団長さんですぐに助けてあげるから。サクちゃん、ルリア、目が覚めたのか。この子を助けてあげてください。苦しんでいるのはこの子だから。召喚します。きっと私はこのためにこの世界に呼ばれたんだ。ルリアさんを助けるために。行きましょう、団長さん。場所を教えてくれるか。私が連れてこよう。あの、私が迎えに行くって、絶対助けるって約束したんです。だから。そうか、では一緒に行こうか。はい。ともよちゃん、ケロちゃん、ご無事で何よりですわ。サクラがいなかったら今頃はどうなっていたか。本当に助かったよ。そうですのね。迎えに来たよ、二人とも。ありがとうございます。待たせちゃってごめんね。サクラちゃんなら絶対に助けに来てくださるって信じていましたから、とても嬉しいですわ。見込んだだけのことはある。うわ、さくら。
リー君もありがとうございます。別に俺は何もしてない。あら、そんなことありませんわ。さくらちゃんのおそばでずっと元気づけてくださったのでしょう。せっかくですので一つリー君にお伝えしておきますわ。え、さくらちゃんはふんわりなさってますので大変ですわよ。違う、俺は別に違う。え、どうしたの。なんでもない。風が落ち着いています。やはり渓谷の異変は青少獣プロスクリスイが原因だったんですね。そうね。あの、どうかしたの、ルリアちゃん。え？何を。この子がさくらちゃんのクローカードさんを狙ったのには理由。この子は大昔に大好きだった主人にずっと眠っているようにって。このでもある時目が覚めて大好きな主人がそばにいないことに気がついて、いろんな世界を飛び回ってご主人を探したけど見つからなくて、そんな時にクローカードさんの存在を知って自分の仲間だと思ってそばにいようとしてたんです。やり方は強引で褒められたものじゃないですし、それでさくらちゃんたちに怖い思いをさせてしまいました。でも本当のこの子は悪い子じゃないと思うんです。クローカードさんたちとお友達になりたかったみたいで、主を失ってどうしたらいいかわからなくて寂しかったって。姉ちゃん、そんなことまでわかるんやな。この子の感情が自然に私の中に流れてくるんです。主を失って悲しみのあまりの暴走か。その気持ちはわからんでもないで。うん、ボーティーも私たちと離れて寂しくて暴走しちゃったんだもん。プロスクリシーさんもきっとそういうことだったんだよね。さくらちゃん、それじゃあもうルリアさんたちと一緒なら寂しくないね。そうね。プロスクリシーは自分を刺激するものを主と認める。だからこの子の力を吸収したルリアちゃんを主と認めたみたいだもの。はあ、主だなんてこうして見てみるととっても綺麗なお馬さんだよね。もういたずらしちゃダメだよ。くすぐったいよ。さくらちゃん、え、助けてくれてありがとうございます。そんな、皆さんもこの子のことを許してくれて本当にありがとうございます。ううん、しゃあないからな、特別やではい。そんじゃ事件も一件落着したことやし、我らも元の世界に。で、どうやって戻んねん。あ、この子が召喚できます。この子は召喚を司る青少獣なんです。自分ってもう知ってましたよね。ああ、せやったな。それじゃあルリアちゃん、主としての初めての命令ね。わあ、そうですよね。それじゃあ。さくらちゃん、ショウランくん、どうもありがとう。え？え？
さあ楽しみましょう。この地に息づく精霊よ、力を。全て失う覚悟はできてるかしら。花よ、この者たちに花を与えよ。フラワー、とっておき。天も恐れぬこの力、とくとご覧あれ。これ以上仲間を傷つけさせません。だだ、はい。かかってきなさい。すべて避けて、ジャンプ。どうか、はい。まだまだいけるわ。はい。ショーの始まりよ。風よ、今しめの鎖となれ。ウィンディー、見せてあげる。これが魔法よ。メテオスオーブ。天照をすべし風の力、権限せよ。風をエリテール。私の力で戦いを終わらせます。花よ、この者たちに花を与えよ。フラワーどうかどうか、はい。どうかし、いいじゃない。何時のあるべき姿に戻れ。クローカード。精霊のご加護に感謝します。ダメ。
魅力の真髄を。ポンポコポーン、いくぞ。私、皆さんを守りたいんです。私がやらなきゃ。ぶっ投げる。やりましたね。勝ちましたか。全力見せてやるぞ。私、皆さんを守りたいんです。ダメ、させない。卑怯だぞ。させどうして。覚悟を決めろ。どうして？とっておきだ。さあ、ロシナに
に来ました。すべて避けてジャン行こう。グラフォス、大事なものは自分で守らなきゃ。おうおうおう、ダメダメダメ。グラフォス、今だよ。元気いっぱいだよ。おう、どうしてどうして。それでは、ヨシナに花よ、この者たちに花を与えよ。フラワー